皆さんこんにちは、キスケです。本日は新しく追加されたエクストリームのマイ使っていこうと思います。まあ、ステータスは3凸なんでこんなもんですね。打撃と射撃を持ってくる射撃タイプと、で必殺技が大ダメージ、射撃用ダメージ 20% アップの能力低下を与えると。でやっぱ特殊アーツが強いんじゃないかなって思います。フラッシュ版ね。うん。でメインアビリティが特殊アーツをドロー、体力 20% 回復、気力30回復、敵全体に1つ属性のダメージ 20% アップ、斬撃属性非ダメージ 20% アップの能力低下で、 Z アビリティが、まあ、こんな感じだね。未来もしくはガールズでね、この前ね、余ダメージ結構乗っててめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思うんだよな。バトル開始時、自身以外のバトルメンバーに、未来もしくはガールズが1人編成されているたびに、余ダメ 30% ずつアップ。だからもう未来で染めてあげるだけでこの時点でもう 60% でしょ。で自身が戦闘に不能になると余ダメ 30% アップと気力回復速度 50% アップを、まあ、味方に与えると。落ちバフもしっかり持ってると。で、自身の待機カウントが常に2カウント減少。場に出た時バトルメンバーにトランクスがいると射撃用ダメージ 70% アップ。もうこの時点で射撃用ダメージが未来で染めると 130% アップなんですよね。やばくない？でドロ速1段階アップ。控えに戻る際に、味方のトランクスに体力 10% 回復と打撃用ダメージ 30% アップの能力強化を与えるということで、まあエクストリームにしては結構強いよね。まあもちろん今回はホープソードトランクスと組み合わせて戦っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。孫一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。まあエクストリーム前の使用上、先発で出して控えに戻してホープソードで殴っていくっていう状況が結構強そうじゃないね。これでいこうか。なんか PVP の、BGM をなんか後付けでいいからつけてほしいっていうコメントが結構あって、穏やかな BGM しかないけど大丈夫ですかね。もうこう戦ってんだぜっていう、なんかそういう BGM いいのあったらください。ブリザードはねちょっときついんですよね。やっぱフリーズがやっぱフラッシュバーン強いね。え、これ落ちひんよな、大丈夫？あ、強え。こわ。あぶねー、うまい。すごい穏やかな BGM 流しておきます。そうか、俺がブリザード歌うか。そびえる巨大な壁、越えるのは誰のため。ああめっちゃ見てくるやんけ。ルル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 。一応この前落ちバフもあるんで、まあでもな、不死身キャラクター2体出してるからさすがに意図的にライジングの壁にするっていうよりかは自然に死んだらみたいな感じかな。はい、ライジング溜まったな。 OK。 まあ赤腕ご飯体力ほぼ満タンだったんで大丈夫だと思います。前普通に硬いし結構強いんじゃねえマジで。で火力は多分十分出ると思うんだよな。究極アーツオープソードトランクス貫け。ご飯さんは未来人造人間にやられたんやから、お前は偽物や。
クローンだ。よし、騙されないぞ。僕がみんなを守るんだ。はい、まあ、言うてそんなどでかい落ち葉じゃないんだよな。よだめ 30% ぐらいやったよね確か。あーそこはすか。ただ一応バニシングは奪ったんで救急カーツ打ってくるよね。これ石腕ご飯落として、でカバチェンで出すから手札ないでしょ絶対。だからこれタックル行こう。でタックル入んにやったらそのままコンボつなげて勝ちで、ライジング打つしかないよな。おつおつ、火力高、ギャリック砲できるっしょ。はい、あざした。さあマッチングしました。未来パーティー対戦やっていきます。お願いします。マイが強え、フラッシュバンがめちゃくちゃ優秀。お願いします。シャス。ただ前使ってる人全く見ないね。さすがに。ナイス。ギャリック砲。未来トランクスがギャリック砲使うっていうのがいいよな。マジで。はい。前受けれるんでね。うわ、硬。意外と硬い。この単発射撃強いと思わん？どっちかわからんくない？それがいいとこなのよ。入る。あ、でもこれ打撃カウチェン出てくるよな。コンボは繋がらない。タゴ、入る。ナイス。シャオラ。いいぞ。これ控えに戻ってるから、トランクスの火力は上がってるはずです。打撃だけやけど 30% 上がってるよね。OK、 速圧入る。あそれ強いな。ユニークゲージ満タンになると、あの気力60減るんですよね確か。それがちょうど来たわコンボ中に。うん、強え。落ちないか、フラッシュ。イエス。イエス。あ、忘れとったわ。危な。ミスった。あー、ミスった。取れると思わんかった。オッケー。ナイス。射撃圧、ドラゴンボール貯めるか。強えよなホープソード。マジで強くね。さて気力ないね。おいマジかよ、撃つのか。まあでも不死身やから大丈夫でしょう。今ちょうどユニークゲージ満タンになって気力なくなったね相手。ああおちゅにだマジで。ガチのオツ。オッケー、またなんかデジャビュやな。ご飯さんは人造人間にやられたんだ。お前は偽物だ。じゃんじゃん、くたれ。はい、打っちゃえ。ドン。あー、最悪。え？打撃圧から？はい。落ちてんじゃね？よし。あれ？持ってんねや。溢れとったんか？
まあこれ皮外してまだザマスは帰ってこないので、これでライジングで行こうか。オッケーオッケー。さあ残りたい。マイがピンピンしてるわ控えメンバーで経由してあげないと。体力満タンよ、前最速やけど俺がミスっていく。あー神合いか、大変かなこれ。まあ落ちたら落ちたで落ちバフあるんでいっか。あ無理か、惜しいな。さあもう皮外させないよ、残念だったね。入んのか。あーだりクソだりわマジで。うん、これ不死身やからねおめえももうあれよ、マイの落ちバフもあるし、万に一つも勝ち。帰ろよ、最初のアーツから。何やってんだよ。100% 負けへんやん、これやったら。はい、バニシングないやろ。あんのか。ないやろ。あざした。はい、マッチングしました。髪の毛パーティー対戦やっていきます。青色がいない、マジ。じゃあちょっと前で殴っていきたいね。1試合目2試合目ちょっと前であんまり殴れてなかったんで、で火力は十分あるはずなんですよね、射撃に関しては。めちゃくちゃ余ため上がるからな、 120% ぐらい乗ってるでしょ。射撃に関してはとんでもないことになりそう。お願いします。怖いな。なるほど、よし、居座ってくるタイプなのかな。はい、あーいい火力いい火力じゃない？悪くないよね。ナイス。射撃アーツが、あーいいやん、悪くないですね。いい火力、前強えぞ。ラッキー。ガンガンいっちゃおう。強っ強っ、やーば、8割持っていく。止めて、バニシングないんじゃないのこれ。わーマジか、やべえ。あー強い強い、マジか。あー落ちバフくっそー、めんどくせえことしやがって。トランクスマジブチギレ案件やろこれ。必殺ないか。はい、撃っちゃえ。ナイス。ベジータ打撃なんだよな。よし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 、うまいこと言ったわ。マイのムクロを振る、拾ってやろう。さあ残り2体。
まあこっちあれやね、その先に1体落とされたと言っても不死身2体プラス落ち葉乗ってるから相当やばいと思うよ。打撃封印マジうぜえな。はい、あー即発か。マジか、やるね、役に立ってみせろ。けど究極圧ないっしょ。あざす何やってんのよ。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は新しく追加されたエクストリームの舞使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ射撃の火力もめちゃくちゃ高かったし、かつ落ちバフで味方の支援できるのでだいぶ良かったんじゃないかなって思います。やっぱフラッシュバン強えな。うん、フラッシュ効果与えるっていうのがまあ盾持ってないやつ以外はだいぶ刺さるんで、まあ、結構強いんじゃないかなとは思います。まあ、トランクスと組み合わせて使うっていうのが、まあ、なかなか楽しいですよ。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。